ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本周五郎作失恋第5番。それでは本文をどうぞ。第7章。明くる日の午後4時15分前、東方合成樹脂の事務室で、千田課長は街灯の片方の袖に手を通したまま電話にかかっていた。それはもう10分間も続いていて、しかも永久に終わりそうのない電話だった。宮田秘書は横から課長の鼻を眺めていた。彼の鼻は2段になって膨れ、先端が破綻鏡めいた色に光っている。朝来た時彼は電車の扉へぶっつけたと言ったが、今よく見るとそんな単純なことではないらしい。敏子嬢は帽子を持った手を背へ回しながら、靴の先でコツコツと床を叩いた。ええ、明日の5時半、今度こそ絶対に間違いなしです。次郎はようやく解放されるらしい。ええ、決して、今度こそ。では明日5時半に。ああ、いや決して。では。お電話、灰山さんでございますか？宮田嬢は電話が終わるとすぐにこう聞いた。昨日はお約束をお破りになったんですのね。冗談じゃないよ。チョコレートは買ったよ。もっともお千代が食べてるだろうがね。30分伸ばしたのさ。友達に会っちゃったんでね。ネクタイはこれでいいかい？何？明日また会うからいいんだよ。お花どうなさいましたの？宮田嬢は手を伸ばしてネクタイを直す。確か寝台からお落ちになったとおっしゃいましたわね。そんなことを言うものか。もう5分前だ。横浜へ5時までに行けるかね。子供じゃあるまいし。帽子、寝台から落ちるなんて。お花をどうなさいましたの？帽子と手袋をくれ。人にぶつかったのさ。あの角の手袋はここだ。鼻売りが出てるだろ。相手が石頭だったんだよ。今朝は電車の扉だとおっしゃいましたわ。ほんならもう疑う余地はないじゃないか。忘れ物はなしと。じゃあ今日はもう帰らないからね。横須賀線か汽車でいらっしゃいまし。宮田嬢は飛び出してゆく課長の後ろからこう叫んだ。横浜までなら35分で参ります。お花にお気をつけ遊ばせ。5時20分、千田次郎は沼井優作と横浜中華街にある某料亭の特別室でビールを飲み、食事をしながら話していた。沼井の口ぶりは例のように低い、あっさりしたさりげない調子である。話題は当時の新聞をにぎわしている東京湾の海賊事件だった。横浜沖へ停泊した船から積み荷を3班に移し、これを3艘か5艘のランチで栄戦していく途中、突然快速規定で襲いかかり、荷物を強奪して逃げ去る。警戒を厳重にし罠をかけてみたりするが、賊はその裏をかき、網の目をくぐって鮮やかに目的を達し、きれいに後をくらましてしまう。彼らは東京湾の海上地理に詳しい。それも極めて詳しいようだ。それから用いている規定の速力がずば抜けている。戦艦付属級の優秀なやつらしい。この点から海軍出身者だという見当をつけた。それで橋本が沖中市になって荷役の中へ潜った。橋本五郎、へえ、彼もいたんだね。もうすぐ会えるよ。
沼井は箸を置いて時計を見た。水上署、湾内の沿岸各警察、航路部、船舶運輸局、こういう関係組織と船員や沖人部などに糸を通していった結果、彼らの中心に元の機関兵装がいるということだけははっきりした。それで君に出てもらうことになったんだ。すると、そいつは僕が知っている男なのか？牧野八郎なんだよ。千田次郎はちょっと目をつむった。藩邸で森口にその名前を言われた時、次郎は一種の懐かしさを胸に温められた。牧野は撃沈された戦艦 Y の生存者の一人で、半年ばかり彼らの基地の宿舎に居候をしていた。年は三つ四つ上だったが、いわゆる兵装タイプではない、ごく柔和な、怒るということを知らないような人間で、ガンルームへよく将棋を指しに来るうち、千田次郎と親しくなり、まるで第一級の従僕のように彼の世話をしてくれた。あの男がね、次郎は吐息をついた。それでやっぱり人も殺しているのかい？これまではないようだが危ないね。だんだんやり方が荒くなる。最近は二度ばかり負傷者を出した。拳銃でね。が、そろそろ出よう。7時までに本木へ行かなくちゃならない。6時40分ごろ、二人は本木の海岸を歩いていた。牛込の浜といわれるところで、西側に断崖があり、ちょっとした入り江になっている。ここだけ独立した狭い漁村があると見え、小さな平底船や3トン足らずの機動漁船が20艘ばかり揚げてあった。すっかり暮れていたが、浜へ降りるとすぐ右手からタバコの火で輪をかきながら近寄ってくるものがあった。潮の蚊が温まるように匂い、靴の下でパリパリと貝殻が砕けた。よう来たな、千田。相手は低い声でそう言いながら、強くこちらの手を握った。調子はいいか？もっぱら FCC だ。振られて困る困る。すっかり女好きになっちゃってね。普通じゃねえらしい。いや、おかあろう、いい趣味だ。相手はニコリともしないで沼井に振り返った。それじゃあ帰ってくれ、乗るから。右輪に小さな平底船が下ろしてあり、18区になる少年が貝を持って待っていた。なかなか端正な顔の美少年である。乗り込んで船が滑り出すと、橋本は空を見上げながら、この風は強くなりやしないか、カズさん、と聞いた。少年は巧みに貝を使いながら、歯切れの良いせっかちらしい口ぶりで、少し言葉少なにこう答えた。これはすぐやみますよ。明日の昼頃まではなぎです。第8章。1時間の後、2人は大型三帆の中にいた。5000トン余りの貨物船へ横付けにされた3艘の中の一つで、今盛んに荷下ろしをしている。山本周五郎作、失恋第5番、朗読その第7回、第8章途中まで。